瀬戸康史のマイクラ PC 実況ジャスティン。はい、どうもこんにちは。瀬戸康史の二人遊び実況へようこそ。このゲーム非常に怖い、非常に怖くて、私前回の実況とちょっと違う点わかります？ヘッドホンがなくなってるんですよ。ヘッドホンがなくなってるんです。なぜかというと、ヘッドホンしてたらもうできない、もうできない、怖くて、もうやりたくない、もう絶対やりたくない、こんなホラーゲームもう嫌です。でもこのまま投げ出したら瀬戸康史はどうなんだと、いろんなゲーム放り投げてお前はそれでいいのかというあれもありますよ。僕もそう思ってますよ。まあ私もね、やっぱちょっと達成感味わいたいっていうのもある。まあ、飽きてやめるのもいいんだけれども、クリアしたらクリアしてその時のウェーイウェーイってなりたい達成感があるから、ちょっとその達成感味わってみたいということで行きましょう。あ、その前にもう一個言わせてください。実は私ですね、二人遊びヒントっていうテキストがついてたんで、それちょっと見ました。そしたらね、水の中に何かがあるっていうのがまず一個書いてあって、あとはなんかライターっていうアイテムがこれが出てくるらしいのよ。もうそんなまだあんのって感じなんだけど、ライターが出てくるらしいので、そのライターをなんか暖炉の火をつけたり、なんか水を抜いたりとかっていうのをなんかこれからやんなきゃいけないみたい。いや、もうなんか言ってるだけでゾクゾクしてきた。俺もちょっとエアコン消そうかな。ちょっと寒い、寒いっていうかなんかゾワッとしてるんだよ。もうほんとやりたくないのよこのゲーム。でもなんとかクリアするわ、頑張って。みんな見ててくれよ。で、あ、もう一個言わせてください。コメント欄で僕前行き詰まったんで教えていただきました。兄の部屋、子供部屋、兄の部屋で僕はまだなんかチェスト1個あったよっていうコメントがあったので、ちょっとそこをもう一回行くっていうことですね。それでは、もうやだ、ヘッドホンしてないのにやだよ。行くよ。もうやだ、うわ、どこよ、やだ、もう明るさ最大にしてんだけどね。あ、これ1階ね、1階なんかいろいろさまえてたのよ、わかんなくてさ、下向いて歩いた方がいいね。はいはい。でね、水の中探索したらね、どこだっけ、なんかね、あったの。まだ撮ってないんだけど、実況でやろうと思って。これはい、バケツ、排水部分に詰まっていたバケツ、錆びているが使えそうだ。とりあえずバケツ持っとこうか。お、抜けた、あ、水抜けたんだこれで。でもこれに何の意味があるのかは分からない。でもさ、水といえば風呂場あったよね。風呂場でさ、水であれできんじゃないの。いや、もうほんと怖いわ。風呂場あったよね。あそこでさ、バケツ使ったらどうなの。お、ちょうどあった。ちょっとバケツここ置いとこう。ここでさ、バケツ使っちゃえば。使えない、バケツよくわかんないです。じゃあ、よし、じゃあ2階行こう。2階どっち？だい！ああ、もうほんとね、これでも俺しんどいわ。2階ね。で、一人で俺、ホラーゲームしなきゃいけねえんだよ。だよ。これか。ここだ。ここの、なんか上見てくださいとか言って、なんか、書いてあったんだよね。結構くまなく見たよ、俺。ほんと暗くて見えねえんだよな、これが。あれだ、あった、あった、ワイン倉庫あった、1階の東ね、見つけた。さあ来るぞ。どこにこれね、鍵がね、フラグになってんのよ。え、
鍵がねフラグになってんの。鍵取るとあれなんだよ。じゃあ一回東ね。やった、ワイン倉庫。よし行くぜ。しゃ、ありがとう、ありがとう、コメント欄のみんな、今動画を視聴しているみんなありがとう。俺は見つけたよ。開いた、開いたぞ。ここか。あ、ワイン倉庫だ。開けました。なんか白いのあるぞ。あれなんだ。あ、これがフェンスゲートになってるっていうのはコメントに書いてあったわ。はい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 。じゃあちょっと鍵閉まっとこう。一回東ね。 OK。 なんもなすだよ。鍵がどっか入ってんじゃない？怖いんだわ。怖いって言うから怖いの。全然怖くない。こんな全然怖くないから俺。マジで。マジ余裕なんですけど。あ、上にもあるの。めっちゃ上にもある、あるみたい。あった、鍵あった。研究室2階東へ。しゃ、逃げられないよ。本とかもあんのかな、もしかしたら。逃げたいよ、俺は。逃げますよ、逃げますからね。よし行くぞ。2階の東ね。行くでー。研究室はどこだろう。ちっぽくない？開いた。はい、研究室出ました。すぐ来たよ。もう残りのドア少なくなってるからね。キャッツ。うわ、なんじゃい。チェスト、あ、チェストいただきやす。チェストいただきやす。なんすか、なんか文句ありますか。お、醸造台。研究室っぽいね。作ったんだねこれね、前からの人が。これなんだ、これ芋ですね。芋、芋となんか入れるとなんか干し芋になる。すいません、干し芋になる。全然ね、全然あれですいません。言ってることが全然あれですいません。あれ何もない。あった、チャッツ、チャッツありましたよ。はい、鍵見つけた。研究室の鍵ここやっといて、金庫室の鍵ね。屋根裏へ上がる部屋。はい、来た。次の言葉お願いします。次の言葉来るよ。そこにいるの？お兄ちゃん。もういいかな？もうあれ、これ鍵だけだよね。屋根裏へ上がる？どうした？ちょっと一回外逃げよう。来ないね。来ないね。屋根裏へ上がる部屋っていうのは、あの板で閉められてるあの部屋しかないよね。行こうか、どんどん行こう。よし行くで、ワイは行くで、どんどん行くで。これやろちゃうんかい。これバケツをここで、あれちゃうか。あ、でも屋根裏に上がる部屋あったね。だって俺このゲームが始まるときに、あのもう屋根裏から始まったから。ちょっと待ってよ。屋根裏へ上がる部屋ってことは2階にあるはずだ。2階のどっかだ。行こう。あの暗くなる前から屋根裏怖かったもん。よしよし、あれかな、これか、これかな。あ、これだ。じゃあ鍵ちょっとしまっとこうか。2階の2階 W か。1個しかないよね。じゃあ1階 S と1階 W しかない。あと行こう。
古びた紙、赤く文字が書かれている。1回水を抜く、2回火をつける。あ、こっからもう最終章始まった。さあ来るよ、お言葉来るよ。日照センサーだ、日照センサーがある。もうないよね、取りこぼしだけないように気をつけよう。1回水を抜く、2回火をつける。さあ謎の言葉、水を抜くは俺もう水抜いたよね、えバケツで水抜いたよね。だからあと2回火つければいいんじゃない。ただ火をつけるものがない、もう鍵ないよね。ライターがあるはずなんだよどっかに。次はもっと楽しいゲームしたいね。うん、ここに急遽現れたから。いや、もっと楽しいゲームでワイワイしたいわ俺。だから俺スプラトゥーンに熱が入っちゃうのかな。スプラトゥーンやたらスプラトゥーン熱入っちゃってるんだけど、ガチヤグラ楽しかったんだよね、ガチヤグラが。あ、ここか、ここだ。ここでしょ、火つけるって。火つけたいんですけどないんですよ。取り逃してんだわ俺絶対。だってバケツだってすげえとこにあったから。だって今のところバケツのヒントないですからね。どっかにライターあるんだわきっと。ヒントちょっと見るか。ストップ。ちょっとヒント見ます。どうしてもわからない人のためのヒントですとね。もうやって散々やりましたから、ヒント見ます。いきます、ちょっと下いきますよ、少しずつ。捨てると積むアイテム、鍵、ライターからのバケツ。いやだからライターのありかがわかんないんだよね。本は全部で8冊、プロローグとエピローグ抜き、あと1冊足りないね。謎解きヒント、1回水を抜く、2回火をつける。1回2回1回2回あー、1回水を抜く、2回火をつけるってのは2回の火をつけるっていうことなんじゃないのかってことなんだ。じゃあ2回火をつけるんじゃなくて2回にある暖炉の火をつけるなんだよ。じゃあだからライターがなおさら必要なんだよね。でね、下にね答えみたいなのが書いてあるんだよ。あ、謎ヒントにね、1階の水がある場所は2箇所ある、2階の火をつける場所は1箇所ある。ああ、これはヒントだわ。だから1箇所はお風呂の水の中ってことね。で、あそこは何もなかった。で、もう1個の水のある箇所っていうのは真ん中の中庭の川だ、川みたいな、あの池ね、 あそこだったから、あそこにバケツがあるっていうヒントだね。で、2階の火をつける場所は1箇所ある。で、これ暖炉だと思うんだけど、そこにライターがないの。謎解きヒント3、中庭の池の底に何かある。談話室には暖炉がある。いや、談話室に暖炉があるのは分かったんだけど、ライターがないのよ。はい、回答が書いちゃったんで、これはまだ見てないんです僕。回答、うわ回答だって言ってすぐ目つぶって逃げたんで。じゃあライターのありかだわ。じゃあ次はライターのありかが分かんないから、もうちょっとググるわ。もうちょっとググる、ググりまーす。ライターがどこにあるか分からずに行き詰まってしまいました。なのでライターがどこにあるか教えてください。あ、ライターですが何々にありますと、表示非表示、これネタバレになってますね。じゃあこれ見ちゃおう、分かんないから。いきます、せーの、ポン。キッチンの上、キッチンの上。ほら答え聞いてもピンとこないという。いやでも見てよかった、永遠とさまようところだった。キッチンってどこよ。あー、1階のあのテレビとかがあるところか。なるほどね、今の俺の答えの見方はいいでしょ。だってもうこれ永遠と探し回ることになっちゃうから、よかったよかった、いいところでヒント見たからね。これしかもライターが分からなくて行き詰まってる人いたから、それライター分からないよこれは、こんな真っ暗の中でさ。キッチンが、あ、あれか、キッチンがあるわ。この
通れよ。これかい。え、わかるかい、わかるかい。使えて1回が限度だろ。じゃあこれを使うんだわ。わかりました。じゃあ2回行こう。いやもうこれ終わり近づいてんじゃない、終わり近づいてんじゃない。生徒工事、小さな達成、少しずつ積み重ねていこう、積み重ねていこう。桜吹雪のさらいの空へ、いつか帰る花さら再生、ほさら羽ばたせ、桜吹雪。これさらい歌いながらホラーゲームやってる人いないよね。あいつなんでサライ歌ってんだって。ここから見た人意味わかんない。ホラーゲームやりながらサライ歌う人って多分 YouTube 上で初めてなんじゃないかな。俺初めてだと思う。うん、初めてだと思うわ。よし。はい、来ましたよ、暖炉。行こう。火つけよう。えい、よっしゃ、暖炉に火をつけた、明るい。はあ、暖かさが戻ってきたわ。はい、2回火つけたよ。なんか火が飛んでない？火が飛んでるよ。捕まえんのあれ。てい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 、バケツか。すいすいすい、スイッスイッスイッ、この紙を、この紙を、紙をこう、紙をこうする、紙をこうする。こいつ、こいつ蜘蛛の巣に捕まってね。スイッ、何してんの。消えた。消したってことでいいの？今やっつけた。あ、今やっつけたね。あ、炎いなくなった。さあ次は。バケツまだ使ってないんだよ。お風呂場かな？わかんねえよ。わかんねえ。よし。じゃあもう一回ヒントもらおう。 Google さんにヒントもらおう。他の人の実況見てみるか。じゃあ他の人の実況見ながらやるっていう。じゃあ分かんねえんだもん。ちょっとそこだけ。風呂場の水を抜いている。風呂場の水抜いてる。え、俺ボタン押しても抜けなかったんだけど。風呂場の水、風呂場行こう。風呂場の水抜いてた。いや俺何回も押したんだけど。あれアドベンチャーモードにしてないからかな。これ本当はアドベンチャーモードってやつしなきゃいけないんだけど、ちょっとやり方がよく分かんなくて、アドベンチャーモードじゃなくしてやってるんですよ。普通のままやってるんですけど、これ、まあジャポンだよね。これ水あるよね。だあっちの水抜いたから、え、抜けないじゃん。やっぱ抜けないよ。だから庭のところの水抜いたから、ここも水が抜けるっていう。え、抜けないよ。あれ、この人のやってる実況は女の子出てきてるね、ずっと。俺のやつ土地が出てこなくなっちゃったんだよ。普通は出てくるんだ。いや、そんなの俺できないんだけど、怖くて。この人逃げ回ってる。逃げ回りながら鍵とか集めたりしてる。バージョンアップして女の子出なくなったのかな。これは2000、あ、でも2015年だわ。これ人のホラーの動画見るの面白いね、これ。面白いね。暖炉に火をつけ、あ、ライター持ってないか、この人。この人もググりながら調べやってますね。ライターの場所が分かんなくてググってますね。
わ、でも女の子出てきてるわ。やっぱ俺のやつおかしいのかな。この人は常にずっと女の子いる状態だわ。いや俺こんなゲーム無理だわ。ずっと女の子いる状態無理だわ俺。よくやるなこの人。暖炉に火をつけた。なんか屋根裏に行けるようになってるわ。ちょっと俺も行こう。屋根裏に行けるようになってる。なんか暖炉に火つけたら行ってみよう。怖っ。でもこれバージョンアップで変わったのかな。いやー俺これで女の子出てきてたら多分俺怖くてできないわ。終了ってなってた。ちょっと最後まで行くわ。もうかなり終盤に近づいてるらしいんですよこれが。もう私も小さな達成したいんで。風呂場の水はちょっと抜けなかったけど、バージョンによって違うのかな。かな。ここさっき開いてたんだよね。開いてねえわ。ここは行けるようになってたんですよさっきの人は。あ、行ける行けるっつって。だって風呂場の水抜けないし、ここもみんな開いてるのよ。何が悪いの。いや、あーもう。ということで、1時間以上プレイしましたが、わかりません。わかりませんっていうか、他の実況者の方のやつ見ると、お風呂の水を抜いてたりとか、あのボタンで抜いてたりとか、あと暖炉に火つけてそのまま屋根裏部屋の道が開けてたりとかしてるんですよ。でも風呂の水抜けないんだよ。でも行けなくなっちゃいましたよ。なんかバグっちゃってんのかな。ということで原因を教えてください。瀬戸さん、これはこうすればいいんですよっていうのがあったら教えてください。もしかしたらもうこれこのまま終了かもしれません。はい、ということで以上。すごいすごい不完全燃焼。もうこの1時間もう俺みんなすぐクリアしてんのに、俺何時間やってんの俺この2人遊び。何時間2人で遊んでんのよ俺。もう怖いわ本当に。あと他の人の実況だって女の子普通に出てきてんのよずーっと。いやそれはありがたいけど、イージーモードみたいな感じでありがたいけどさ、何なのよ本当にさ。何時間やってんの。早く次行きたいのよ俺も。次普通にマイクラとかやハイフワールド違うのやりたいのよ本当。アドバイスっていうか、もうあの無理だったら無理ってコメント欄でください。瀬戸さんそれはもう積んでますと、無理ですと。だったらもうこれ諦めるんで、もう十分分かったんでね、マイクラのホラーは怖いっていうのは十分分かったんで、もう無理してクリアする必要もないような気もします。ということで以上、瀬戸康史でございました。1時間以上と1時間10分撮っちゃった。これが何分の動画に縮まってるのかお楽しみに。じゃあの。